おはようございます。今日はですね、動画のネタがないから最近こんなことばっかりやってんじゃねえよってコメントが入りそうですけど、何ですか、ネタは。今日はですね、間違ってはないな。いや、間違ってないですよ。ネタは、いや、ネタじゃないです。でもね、これネタになるんですよ。本当に困るんだわな。ネタにしたらちょっと失礼かもしれないですけど、今日の動画は、前回僕らって体冷ますためになんか冷却スプレーとか、冷却スプレーの動画ね、なんか、シャツミストとかなんか体が、なんか5、6本用意してやったよな。そうです、シャツが冷えるやつ、ちょうど先週ぐらいじゃない、動画先週ぐらいです、動画上がって、4日前ぐらいに、その冷却スプレーを使って、トラックが爆発したんですよ。それに対してコメントが来たんだよな。それに対してコメントが来て、お前らがあんだけ冷却スプレーの方が伝わんじゃねえかって言って言われて、それどんだけ品のねえコメントなんだって公開してないんですけど、ちなみに俺が発見したんだけど、ミッチー、やべえぞって冷却スプレー、俺本当にやべえからと思って、なんか変な職人さんが吹っ飛んだのかなと思って、ミッチーやべえぞ、冷却スプレーの動画撮ってなんか爆発したって言ってるぞとか言って、だってさ、2、3日後っすからね、結局は2、3日後っす。調べたら、まあ、トラック運転手かなんか、トラック、まあそうですね、でも社名とかも出てきてないんで、まあ、どなんていうんですか、まあ足の材も乗ってないし、まあ、な、何っていうのはちょっと分かんないですけど、まあ一応トラックの運転手ですかね、トラックを運転してて、まあ今で暑いじゃないですか、めちゃくちゃ、で冷却スプレー使うよね、で、まあ冷却スプレー使って、ただその人がちょっとダメだったのが、まあエアコンつけとるもんでか知らんすけど、窓を全部閉めとったんですよね。窓を全部こんなクソ暑いのに窓開けとるやつね。まあ確かにだけどさ、まあ、単純に考えたらまだ見てね。単純に考えたらですよ、まだ笑い話しないやばいぞ、ちょ、いや、笑い、ちょっと待ってください、僕マジな顔で話せって言われたら無理ですから。それは無理です。まあ本人にとってはすごい大変なことだと思うけど、そうそうそう、まあ一つは、まあ俺らを責めれてもいかんけど、まああの動画を見て、いや皆さんこうやって足場の職人さんとか結構トラックの、はい、乗り降り多いじゃん。多いですね。でトラック本当に暑いじゃん。暑いですね。やっと2、30分で涼しくなってきたから次の現場の移動があるんで、はい、結構冷却スプレーで使うと思うんだよ、職人、足場屋さんなんか。で特に本当にタバコも吸うでしょ、トラックの中でね。吸いますね、皆さん。でそれだけは本当にまず注意して、あの絶対にタバコ吸わない。吸わないっていうか、はい、窓を開けてスプレー。しろってことだよね。そうですね、窓開けて、まあ裏に書いてあると思うし、まあ書いてあるね。まあでもわざわざ見んすよね、職人って。いやいや、絶対そこまで見るよ、結構僕絶対見んすもんね。だってもう昔は働いてたやん。はい、まあ名前言っちゃうから。あ、いましたね。まあ笑い話にしてもいいけど、もうそれとも別に笑い話しとる、笑ってますからね、それは。はい、でも顔を全身やけどしたろ、あれ全身ですね。そのあいつの前冷却スプレーじゃなくて、ライターしてたな。それはまずいっすよ。やめてからじゃん。え、やめてからライターしてたんじゃない、あれ確か。違うとっけ、ライターじゃないです。ライターに注入するガスですね。ガスをシューッてなんかやって、まあ、ガスで、引火して。ガスで引火して。で、まあ、まあ、一緒ですよ。あれ全身やけどな。あれ全身やけど。でも今回は、まあ、顔の軽傷、まあ、軽傷なんやけどって書いてあったんですけど。うん。だけど本当にね、はい、冷却スプレーだけはもうやめた方がいいで。絶対やめた方がいいですね。本当にトラックだ、密室は絶対にやるのはいいんですけど、まあ、窓を開けたりとか、まあ、そこら辺はやっぱ自分たちでね、やっぱ配慮してやってほしいですけど、で、あとなんか僕思うんですけど、その冷却スプレー全く関係ないですけど、日差しが暑いじゃないですか、トラックって乗っとると、何もスモークも何も張ってないんで、あれ、透明なやつ1枚かぶせるだけで全然変わるらしいですよ、透明なフィルムを。紫外線カットのやつ、そうです、そうです。屋根のなんでカポートもそうじゃん。紫外線カットのやつやったらもう葉っぱ育たないし。あ、そうなんですか。なんかカポートって下行ったら透明でも涼しいやつなんじゃん。光合成しないんですか、こうやって。光合成それ光合成じゃない、セックスだよ。光合成それ、セックス。光合成それは小作り。光合成じゃない、小作り活動。光合成活動じゃない。それ保健体育の修行。保健体育理科の修行じゃない。まあこんなこと言うもんだよ、もうネタがねえもんで、こうだどうだとかって叩かれるんだって、お前ほんと俺に下ネタ言わせんな。でしかも結構自分上におるし。そうそう、まあまあ俺ちょっと宣伝じゃないけど、求人道場結構今、はい、今日ちょうど俺触っとったら30社公開しとるんで、はい、結構愛知県は多いな。でうちも本当にめちゃくちゃ求人来とるの。いや、めちゃくちゃ来てますね。求人道場で来とるんで、やっぱ職人さん結構見とると思うから、はい、職人さんはそれ見てね、求人道場建設業専門で検索すると出てくると思うんですけど、はい、それでまあ今もう30社ぐらいで、まあ実際は100社ぐらいになってくると、まだ会社の情報を入力してないとかで公開、求人公開してるのはまあ3社ぐらい、もうでもどんどん増えていってるから、はい、職人さんもどんどん見て、まあ、応募で、何ってやっぱもっとこういうふうに改善してほしいっていうのを言ってほしいね。でちょっとチャット機能つけたろうかなとか、はい、会社に質問を飛ばせるとか、それ面白いですよね。あれ見ただけではちょっと分かんないなと思って、
で、はい、企業側もまあどんどん出してもらったら今多分チャンスだし無料だからね。でまあ本当に基準取れるようになってきたら、はい、まあお金取るのはどういうふうに取ろうかな、月々で取るのか、まあ、1人採用できたりだとかも考えとる、はい、まあとりあえず1年ぐらい本当に無料で使えて改善アドバイスが欲しいから、はい、ウィンウィンになるじゃん。ウィンウィンですね、うん、でぜひやってほしいなって。冷却スプレー屋さんもまあ求人出しますね。求人出してくれたらいいね。だけどあれすごいよな、トラック大破しとるよな。大破しとる、家で吹っ飛んでガラス全部バーンと動画見たけど、ほんで怪我してないんだよあれ。まあ顔軽傷って書いてありましたけどね、軽度の火傷、軽度の火傷って。やばいよな、あれトラックやばいっすよ。あれがトラックあんなんなのに軽度のあれって。軽度だろ、こち亀の両津勘吉並みっすね。多分眉毛つながっとるっすからね。ちょっとよくわからんけど、お前ちょっとよくわからんすよ。ツッコミ方がよくわからん、そうカットするかもしれない。ツッコミ方がよくわからん。じゃだけど、本当にすごい。なんか他の、周りの車かなんかにも飛んでたんだろ。もう 7台かなんか8台ぐらいですかね。そうでしょ、他の周りの車に飛んでって。嘘はつくなよ。7台ぐらいに行って7台、8台はちょっと言い過ぎてほしい。確か7台。確か7台。そう、それぐらいでも興味深いけど、僕もチラッとしか見てないよね。7台まで飛んでたの。だから爆発したらもうガラスが吹っ飛んでとるじゃないですか。ね、ボコボコってなる。ボコボコなもんね。で、人間全然怪我してないの。人間は全然ですね。どんだけ冷却しとったの。瞬間冷却して、氷みたいな感じで。氷みたいな。やばいね。全然溶けんかったんでしょうね、多分その人の体が。でも本当に俺あれ使ったら結構効果あったんで、みんな使うのは本当にいいと思うよね。めちゃくちゃいいと思います。俺らの時代はあれなかったから。はい。うん、なので、まあ、逆にあんなんそう効果ないでしょうみたいな、なんかメタノールみたいなさ、はい、昔もそういうのがあったけど、はい、あんだけ効果あるとは思わなかったけど、氷みたいなのが飛んでたもん。氷みたいなの飛んでますね。うん、だからあそこまで行けばいいと思うんだけど、昔言ったらサロンパスじゃないですか。サロンパスじゃない。お前筋肉痛だったよお前。いましたよ、いましたよ、いましたよ。いねえ、いねえ、いねえ。いや、僕そのサッカー部だった時に暑いじゃないですか、夏。それお前、リュンペンだろ。違う、サッカー部なんで、まあまあですよ、普通に。みんな、それかうちの母ちゃんだろ。これやったら涼しいで、扇風機当てたら涼しいで、そのパス当て、扇風機当てたら涼しいで。いや、ああ、塗るやつだったな、この、はい、頭が、塗りみたいなやつ。で、そうするとなんか、シューってなるもん、なんか涼しいらしいですよ。僕、お金なかったんで、買ってもらえなかったんで、お金なかったんで。サロンパスごと今日買ってもらえなかった。まあ、そんな感じでしょうか。まあ、そうですね。うん、まあ今日ちょっとね、動画が追いつかんってわけでもないけど、なんかあんまりなんだよ、最近難しいんだよ、ほんと。ドッキリやりすぎても怒るし、はい、真面目なやつやりすぎても怒るし、怒るし。ドッキリ増やせとか、真面目なやつ増やせとか。そう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 。あ、で、アンチの悪口言っても怒るし、怒るし。でも、あれ本当に思った、はい、アンチのやつさ、はい、ちょっといろいろこういう企画でしたみたいな、まあごめんなさい動画だけど、結果謝らんでもいいでしょって言った、はい。結構応援メール来たよな。メール来ましたね、普通に。やっぱ職人さん多いもんで、まあそんなんええしょみたいな。まあまあ、のが多いっすよね。うん、まあ中にはあったけど、はい。まあだけど、YouTube なんだからそれもありだよね、みたいな。まあそうっすよね。全然、コメントはすごい良かったな。これバットはめちゃくちゃついたんだけど、バットめちゃくちゃついた。コメント欄はすごい良かったね。コメントぜひ、はい、本当に入れてもらえたら、まあ嬉しいな。嬉しいですね。たとえバットがあんだけいっぱいついても、はい。こうやってコアなファンの人がいっぱいおるんだなと思ったらさ、こういう動画でもやっぱアンチコメントって結構湧くんだろう、消すけど、はい、お前らもうネタねえもんで、ね、こんなことやってんだろう、ネタっていうより時間がない、はい、まあ、言ってこいつも責任者やってるし、俺も一応社長やってるんで、はい、本業の中でやっぱね、こう YouTube やるんで、そうですね、うん、で本業やれとか、もっと本業やれとか、まあ、言われることもあるけど、まあまあその中で限りないんで、ある時間の中で、まあ、やってんだよ、求人サイトも作って頑張ってんだよ、本当に、はい、いつ工業出してるしな。はい、いつ工業出しようかな、求人どうしよう。あ、マジですか、そうそうそう。どうしよう、どうしよう、写真も載せようと。あれね、写真も3枚ぐらい載せた方がいいんだよ、やっぱピッピッピッって見えるでしょ、はい。で、動画も載せれるんで、はい、動画もぜひ上げてください。で、俺もやっぱあれ見てるから、あ、こんな人たちが会社やってんだって。俺もうちょっと人が出てる方がいいかなと思った。サイトを見てて、はい、いつき工業はちゃんと人も自分たちも出してたから、はい、ぜひね、愛知県の親方ね、親方がファイヤーって言いながら仕事する。動画どうしてくれって言ったらファイヤーしかない。あれ本当に動画回ってないところで見出すね。ファイヤーって言って仕事しとるんで、いい人だよな。いい人、めちゃくちゃいい人ですね。情熱熱いけど。熱いですね、めっちゃ。まあそんなもんで皆さん、今日の動画はよろしいでしょうか。はい。チャンネル登録といいねをお願いします。よろしくお願いします。コメントもお願いします。あ、コメントね。本当にあれは勇気になったな。勇気になったよな。本当にちょっとした頑張ってくださいでもいいんでお願いします。お願いします。またみんね。まあ来月から僕は代表取締役になりますんで。誰にってお前、はい、数字持ってこい、数字。わかりました。今川合君とお前にもう決裁できまくってるね。
税別でいいですか。税別で込みの住民税目標は変わらないから税込みでこの金額だったら別だからそのバカじゃない。別に税込みでも別でも計算できるから別で出てる目標税別それもバカの丸出しだぞお前。これ絶対使ってんやん税別そのバカだと思ってるお前。一応15年間経営者ってあのコメントはあるな本当のことバカだと思ってる経営者多いけどまあ頭は良くはないけど、はい、まあ経営者は一応15年あれ出るからな。まあそうですね。一応簿記とかも持ってるからな。はい。税別が込みからかどうか。いつも聞くんですよ僕。税別ですか。それ見積もりだろ。見積もりの段階の話だろ。でも最近言われるじゃあ、はい、差し値なんだろ。これいくらですよ。差し値なもんで込みたら結構でかいじゃん。でかいっすね。もう今 10%、8% 今。今 10% です。10% な。僕も最近聞かんくなったんですよ。うん。まあ多分この動画見られたらあんままずいですけど。いやもう強気で言ってるもんね。カットしんよ。俺の 8% 10% のくだりはカットしろ。なんだ 10% だろ。まあ消費税は 10% だろ。はい、消費税 10% です。うん。たまに 15% ぐらい取りますけど。何がなんかまずい。はい、いやまあ、まずくはないですけど、うん、全然まあ僕も普通にもう最近そういうの聞かなくなったんですよ。何を。なんでちょっと僕がレベルアップして強くなったんで。お客さんに。お客さんにです。お客さんにでも聞かなかったろ。それね、これいくらでやってくれるって言われたら、コミですか別ですかって。あ、じゃあコミは当たり前でしょ。別が当たり前でしょみたいな。ああ、そうです、別は当たり前、はい、かっこいいが、別かっこよくないよ別に。なんかめっちゃコンビニ行っても全別が当たり前ですからね。視聴者皆さん、さっきまでこいつお兄ちゃんのかっこいいかっこいいってコメントマジ削除したいんですけど、どうしましょうか。これでバッとつくぜ。